ヘッドライナーは、日本の競争場、2010年 CBC 賞優勝場。ヤシロ大サラブレッドクラブの出資場であり、募集価格は一口50万40口の2000万円。場名の由来は、主演者、大スター。2007年4月の競争場デビュー。当初は、ボバとして、出走を重ねるも、気象的問題から、 上位人気に反死着外を繰り返し、2008年の4歳、夏前に虚勢措置が施される。同年の7月馬として戦列に復帰したヘッドライナーは、体質面の弱さからデビュー当初より、ダート線を使われてきたが、後に芝路線を歩むようになる。虚勢効果のほか、足元の両下で芝で力が出せるようになったことから、頭角を表し堅実な走りを見せるようになった。 同馬は2009年の2月にオープンクラスへと昇格を果たすも、攻めでは、オープン級だが気分屋で余力があっても勝手に走るのを、やめると管理する、西園調教師より評され昇格後はもう一つの、内容が続いたが、同年暮れのワリステークスを逃げ切りで静止初の、減給価値を記録すると、翌2010年、高松宮記念では7着ながら、勝馬からコンマ3秒差の内容を残すなど、 オープンクラスのレースでも放送を見せ始める。2010年 CBC 賞表彰式2011年テレビ、愛知 o p 表彰式その後距離不適を懸念されたテレビ、H オープン2着を経て CBC 賞に出走、金走の充実から自力強化は明白と成長ぶりを伺わせたヘッドライナーは決出馬不在で混戦となった。 このレースでも逃げ切り勝ちを決め優勝、生涯唯一の重賞勝ちを記録。デビュー当初は、先行からの抜け出しを、主な先方都市勝倉を積み上げていたが、花にこだわってこそ力を出せるタイプと西園が表す、通り、現役中期からは逃げに徹し、本格化、これが、重賞制覇へとつながることとなった。逃げ馬という客室から同競馬との兼ね合いを、幾度も懸念され、 スタートダッシュにつまずくと、大崩れする脆さも持ち合わせていたヘッドライナーは CBC 賞以降勝ち星から遠ざかり、二桁着順が続いていたものの7歳となった2011年テレビ、愛知オープンでは59キロ、距離などの不安要素に反発し1年ぶりの勝ち倉をマーク。結局逃げて、んぼの馬と評価され王子のように行ききれなくなった後期まで逃げ一辺倒のスタイルは、 定着することとなった。ヘッドライナーは、西園の、もう一花咲かせてやりたいという思いから、8歳となる2012年まで、現役を続行も、同年半球杯15着を最後に競走馬を引退。引退後は、高知県土佐黒市を牧場にて乗馬として、余生を過ごしている。ありがとうございます。